ありまして1万円札なんというのを大事に持ってて何かのきっかけで崩します。悔しいですね、崩すのがね。ところがつまんないもんで崩すんですね。1万円札持ってて7500円の買い物をして、そしてお金が随分減ったなという、これだとそれほど感じないんですけど、これ1万円札持ってて電話をかけたいと思って、でポケット一生懸命方々を探しても10円がない。で、この10円のためにこの1万円札を崩すと、これがパタ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 っとなくなっちゃう。こんなに悔しいことはないですね。だからそういう時には小銭がありがたいなと思いますけども、つくづくしみじみと物が随分高くなったなと思うのは妙なところで感じますね。こういうところで、ここは売ってるかどうか分かりませんが、よく劇場ですとか映画館の売店やなんかで、柿の種ですとかね、それからピーナッツなんかね、ああいうものを買います。そうすると近頃セロハンの袋じゃないんです。なんかやに硬い袋ですね。だからこう下持ってこう持つとこう立ってる。だからひょっと見るとこのぐらいの袋にこのぐらいバーッと入ってるとは、これ一列なんですね。今までと値段はそれほど変わんないんで、ああこういうものはやっぱり大して値上がりしないんだなと思って買って、でこれを持ってですね、 2,3 度こういうふうにやると下の方へこう全部集まっちゃう。でこれをまたこう持ってスーッてやってこう叩くとパーッときれいにいっぱいになる。あれはもう策略ですね。でなんかこうそういうものでも食べ始めると、あれもうないのかとかいうように、大変にこのものが上がっちゃう、心細い思いをしておりますけど、江戸時代は大変に物が安くて、俗に仕官相場に米8と、仕官と言いますから、ただいまのお金に直すってと40銭でお米が8と書いた。今聞くと8とするのはもう手遅れというやつでね、何度も物が安い、その自分はもうとにかく泥棒に入って、そして重量を盗むってと有無を言わさずシャーッと首をはねた。どうして苦慮を三分にしなんてんで、ごくわずか残しといてうまい具合に首をつなげたなんという粋な泥棒がいたそうです。何しろ一両小判一枚あるってと、なんとか一年暮らしたそうです。それだけお金の価値というものがあったんですね。だん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 なくなってきちゃって、もう今はもう本当にお金の価値というものがない。その自分はなんか一つの商売が一つところにまとまって商売をしておりまして、古着屋さんはってと浅草の中町ですとか芝の仕掛け町へ行くってと、ずっと軒を並べて、そして商いをしている。だからよく品物、商売屋さんの名前で町名で残っているなんというところは今でもよくありますけれどもね、日本橋の曝露町というところに宿屋さんがたくさんありまして、あそこへこの旅人が入ってくるってと一旦宿を取って、それから明くる日江戸市内へずっと用足しに歩くというような具合で、今と違いまして日の暮れ方になるってと客引きが大勢出てきて、実に賑やかなもんだったそうですね。どうもありがとうございます。どうも。こんばんは。こんな粗末な宿に泊まっていただきまして、本当にどうもありがとうございます。どうもありがとう。いや、さあ、何度も何度も頭下げなさんな。それは私は客だけどね、そう、頭ペコ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 下げられると、私も嫌だよ。ね、いいんだよ。構わないんだよ。私もね、この曝露町に他に馴染みの宿はいくらもあるんだがね、そういうところ行くってと、番頭が金を使っているせいかな。もう下にも置かないもてなしをするんだよ。それが私は嫌でね、今日わざわざお前さんのうちにいきなりふっと入ってきたと、こういうわけだ。いいかい、なんか構ってくれちゃ困るよ。血取れが足りませんので、お構いをするなんてわけにはまいりませんですが、どうしつごゆっくりご通りを願います。いや、そうがいいよ。もうとにかくね、私はもう人に構われるのが大嫌いなんだ。もう小さい自分から構われっぱなしだろ。未だに私は人に構われてんだ。
ああ、何しろ私のね、身の回りの用をする人間だけでも5、60人いるんだよ。ね。それが私が何かしようかなと思って、いえ、それは私がやります。私です。いや、私ですってんで、大変な騒ぎ。それと何か欲しいなと思って、そっち見るってえと、みんなでパーッと取りに行く。殴り合いの喧嘩が始まるんだ。まあ、弱っちゃってね。ああ、ひどいやつになるってえと、私がはばかりでも行きたいなと思って、いきなり髪を揉み出すやつがいる。ああ、これにはほとほと愛想がつきてね。ああ、やっぱりこの、なんとか自分でもってね、自分のすることは自分でしてさ、ね、のんきにしていたいなと思ったんでね。それからまあ、番頭に話をしたんだよ。そしたらね、じゃあ旦那さんは旅をなすったらどうですってこう言うからね。私今まで随分旅をしたけれども、どこ行ったってそんな思いはできないよ。みんなに構われっぱなしだよって言ったら、いや、私の言う通りに旅をしてくださいと。どうするんだ言ったら、まず荷物を持たない。ね、粗末ななりをして、宿に泊まっても、チャラいなんて余計なものを置かないで、その、宿船だけ置いてくれば旦那様の望みは叶えられますよってこう言うからね。まあ言われた通り旅を続けてきたんだ。なるほどね。どこ行っても粗末な扱いを受けてね。私はもう今、せいせいとしてるんだ。だから、ここでもってお前さんのところで構われるってとね、せっかくの苦労は水の泡だからいいかい？なんか構っちゃいけませんよ。かしこまりました。それは先ほども申しました通りお構いはできません。それよりこのお話を伺ってますってと大層結構なお暮らしでございますが、ご商売は何でございます？商売？その商売を聞かれるのは私一番困るんだ。というのはね、私のうちにはこれといって商売がないんだよ。無商売でございますか？無商売でまたどうしてそんな結構なお暮らしができるんでございましょうな。いや、それはね、話せばどうってことはないんで、つまりね、私は何もしてないけれども、うちの先祖代々が大変な働き者でね、一生懸命働いちゃ貯めて残してくれる、働いちゃ貯めて残してくれる、もうどん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 そうしてってくれたんで、もう今うちにね、もう金が有り余ってる。ね？金裏がいっぱいなんだよ。ああ、弱っちゃってね。私もしょうがないからさ、なんか少し使わなきゃいけない天下の通用金だ、眠らしといちゃいけないと思うからね、少し役立てようってんで、あっちの大名に何万両、こっちの商人に何万両ってんで金を貸しておくだろ。で、お金は役に立ったし、ね、やれ、金蔵は空いたし安心と思ってると、それまたすぐに返しに来るんだよ。ね、で返すが構わない、貸したもんだからね。そこへね、利息なんてもの持ってくんだ。これなんだいって言うと、利息でございますって言うからね。そんなもの貸した覚えはないよって、ほんの気持ちでございますから、いらないんだ、うちはそんなもの。そんなこと言わないで、取っといてください。いらないよ。押し問答の挙句に、向こうで取っといてくださいってんで、パーンと放り出していっちゃう。私そんなもの手つけるの嫌だから、そのまま売っちゃっときますよ。そうすると次に来た人が、これは借りたお金でございます。これは利息でございます。利息いらないんで、そんなことありません。どうぞ取っといてください。いらないよ、取っといてください。パーンと放り出していっちゃう。でまた次に来たものが、これは借りたお金。これは利息でございます。いらないよ、そんなこと言わないで、パーン。来るものが来るもの、みんなで持って利息というものをポン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 放ってくる。どん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 その利息というのはこう山のようにこうなってきちゃってね、出入りができなくなっちゃった。それから私も困っちゃって、まあね、せっかく人様が置いてったものをね、手もつけない、中も見ないというのはかえって失礼に当たるからね、じゃあせっかくのことだから使わせてもらおうじゃないかってんでね、まあいくらあるんだが勘定してごらんって、この間そう言ったんで、300人からの番頭が勘定してるんだがね、1年経っていまだに勘定がしきれないで弱ってんだ。さようでございますか。結構なお暮らしでございますな。いや、結構なんてことはないよ。金なんてなね、あるというぐらいがちょうどいいんだよ。ね、ありすぎるとなるとこれは困ったもんだね。人が私と付き合ってませんよ。金と付き合ってんのがよくわかる。ね、嫌なもんだよ、本当にね。だからなくなってくれりゃいいと思うんだが、またどういうもんだかね。少しもなくならないんだ。あれだけ大勢奉公人がいるんだから。中には適正の悪い奴がいて少し金をこうくすねるとか。なんとかしてくれりゃいいんだ。何の因果かみんな正直でね。それ因果じゃございませんよ。正直結構じゃございませんか。いや、だけどさ、少しはなんかやってくれなきゃ、私んとこだって困るよ。でもこんなことがあって、いつだったかね、名をつけるんでね、どうも宅配員氏はゴロゴロしてて座りが悪くていけない。何かいいものはないかしらなんて話してるから、じゃあどうだいお前方千両箱の塔も乗せといたらと言ってやったんだよ。やってみたらしくてね、旦那様大変に座りがよろしくて結構でございますなんてんで喜んでたんだがね、そのうちにうちに出入りの職人がね、少しずつ持ってっちゃって、もう今じゃ一箱もないよ。面白いもんだなあ。そうですか。へえ。面白いんですから、面白いよ。金がなくなると私は嬉しくてしょうがないよ。いつだったかな、こんなことがあった夜中にね、泥棒が16人入ってきてね、刀を振り回して危なくてしょうがないんだ。それから、お前方ちょいと待ちなさいと。乱暴なことしちゃいけないよ。金が欲しいんだろ、金だったらいくらでもやるんだからこっち行きなさいってんで、金ぐらい連れてってみんな鍵開けてやってさ、ね。さあ好きなだけ持ってきな。私そのまんま寝ちゃった。あぐらさんだって、そうそうそういや、昨日ね、泥棒が入ってきたんだ。どのぐらい持ってったかなと思って見に行ったんだ。なに、だらしのねえもんだよ。15、6人かかりやがってな。千両箱たった80しか持ってけねえんだ。80どうなんすか。
どう驚きましたな。もうまるで何ですか、夢のようでございますが、どうもそれに引き比べまして、手前どもはこう宿が粗末でございますんでな、お客様はあんまりお泊まりくださいませんので、旗子だけではとてもやっていかれないね。実は内職をしておりましてね、富の札を売っているんでございます。一枚売れ残っておりましてね、明日が当日なんでございます。湯島天神の富なんのは、これ売れ残るってえと私背負い込みになっちゃうんですがな、もしおよろしかったら一枚買っていただけないもんでございましょうかな。なんだいその富てえな。この札なんでございますがな、一部出しましたね、当たるってえと千両なんですよ。おお千両、こっちからやるの、やるんじゃないよ。もらえる、もらえる千両。そらよそ、そらやめた、ね、だって今こんなとこでお前さん千両もらってごらん、邪魔でしょうがないよ、ね、千両もらうのは嫌だな。そらそらよそ、買わない。いやですけどね、買わないとおっしゃいますが、何万のうちの一つでございます。めったに当たるなんてことはない。まず、当たらないと言った方がいいくらいなもん。あ、そう。まあ、売るお前さんがそう言うんだったら間違いないだろうな。あ、そうかい。それを買うとお前さんが助かる。結構結構。じゃあ私買いましょう。いくら？うん。一部？どういうお足だい？私、小判用が使ったことがないからさ。小判より下なのかい？あ、そう。ああ。四角くって。ああ、あれか。いや、ちょっと待ってくれ。よくね、なんか買い物をするとね、これ、釣りですなんてくれたりするんだね。何すんだろうな、と思って。これね。あった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 。ありました、ありました。よく田元の隅にこぼれてるんだ。これを脱ぎっぱなしにしといて、踏んづけてごらん。痛いよ。ね。ああ。これかい。旦那、それも一部の額でございますよ。これが？うち来るとね、これ子供おはじきにして遊んでんだ。じゃあこれでいいんだな。じゃあこれ私も。どう。じゃあそれでいいや。もう結構。どうもありがとう。それじゃあ一つ札を。いや、札いらない。いえ、そうじゃございます。どうぞ一つお納めを。そうかい。じゃあもうもらうだけもらっていきましょうね。お前さんに失礼なさってもいけないからな。ははー。これが千両取りという。これ当たると千両。へえ、そうかい。ほほほ。今までそういう、ある？なるほどね。当たっちゃやだな。いえ、そんなことはおっしゃいますがね、もう旦様のようにご恩のよろしい方は金が金を呼ぶと申しましてね、ほら当たるんです。当たっちゃやなんだ私。当たっちゃ困るよ。そうですか。いいじゃん、千両。いや、千両やらんだよね。当たるのは困るな。なるべく当たらないようにしたいと思う。万が一、まあ、そんなことはないんだろ。ないんだね。万が一当たったらだよね、半分の五百両お前さんにやろう。私いいんですか。そうですか、ありがとうございます。でしたら私はね、明日旦さんが千両当たりますように今晩ね、もう一晩中、祈っておりますんで、そういうことしちゃやだよ。私当たっちゃ困るんだ。考えただけでゾッとするな。ああやだ。そんなことはどうでもいいよ。どうも旅をしてきてね、ちょっと疲れていけない。休みたいんだがね、ちょっと軽く一杯やって、でなんかこう食べて、それから寝ますから、すぐに支度してください。何でもいいんだよ。なんかね、なんかそこらにあるもんでいいよ。なんか何度も見繕って持ってきたくらいよ。あれじゃいけない、これじゃいけないってことはね、もう言わないことにしたの。だから何でもいいが、まずいもんの方がいいよ。近頃まずいもんがうまくてしょうがないよ。それからね、何度も言うようにいいかい、あんまり構ってた私は出てっちゃうよ。いいかい、お金があるんだから。金があって困ってんだよ。投げなしの一部捉えちゃった。捉えたね。人なんてな、大きなことを言うもんじゃねってが全くだ。どこ行っても人のことをバカにしやがるから、ちょいと脅かしてやると思って何か言ったら、どういう育ちをしてんのかね、あいつは。世に人の言うこと素直に信用する野郎、少し疑うのがいいじゃねえかな。酔ったよ、どうもね。一文無しになっちゃったよ。まあいいや。あれだけ大きなこと言っといたんだからな。当分の間、矢田線の最速には来ねえだ。飲むだけ飲んで食うだけ食ってずらがっちゃおうってひどい奴がいるもん。アクラーさんになっていつまで寝ているわけにはいきませんので、やっぱさん下へトントントンと降りてくる。おいおい、アルディはいないか。アルディは、おはようございます。朝早くに出かけておりまして、お客様によろしくということでございました。ああ、そうかい。おかみさんかい。一つね、長道流になるかもしれませんので、よろしくお願いをいたしますよ。いちいちそのなんか頭下げなさんな。いいうちだよ。気に入りましたよ。ちょいと長くなるな、これ。これからね、私ちょいと出かけますから。どちらへ。いや、
どちらというほどのところじゃないんだ。この先の大名にね、3万両ばかり貸してあるんで、それをね、この間返したいなんていうことを言ってたからね、今返されて困るから、もっと使っててくれるようにって言ってくるから、ちょっと履物を出してくれよってんで、やっこさんを表へブラ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 と出かけていく。その頃ちょうど湯島天神の境内では富の当日でございまして、鳥居をくぐって中へ入るってえと、敷石を境に両側にはいろんな茶店や金土が出ている人がごった返しておりまして、まるで年に一度のお祭りのような騒ぎで、ぐわーっという人。正面の拝殿にはぐるっと柵がしてございまして、富の札の入った大きな箱が置いてある。両側には寺社奉行ですとか役人が立ち会っておりまして、その柵の前がてえとまた大変な下でね、今日の占領富は俺が当てよう、我が当てようってんで、横の川の突っ張った連中でいっぱいですね。おい、へい、来たね、いよいよ、本当だよ。早く始まらねえかってやつだな。なんか当たるような気がするんだよ。今日はさ、当たりはしないよ。いや、当たりはしないけどもね。あらから当たらねえもんだって諦めてたんじゃさ、面白くねえからね。そりゃそうだよ。私だって当てたいよ。当ててえからこそこうやって無理して買ったもんだよ。なんとかこいつ当たりゃいいんだな。千両だよ。千両あったら大したもんだよね。何の苦労もなく商売暮らせるってやつだな。なんとしたら当ててや。いや、この野郎と今話してたんだよ。千両当てたいってのは、なんだってみんなここへ来てるもの千両当てたいんだよ。お前だってそうだろ。そうだよ。お前さんもそうだろ。いや、私はね、2番の500両で結構ですよ。ああ、なるほど。500両。500両あったって大したもんだ。無限になる。お前さんは私は3番の300両で用がすよ。欲がなくなってきたね。だけどお前3番の300両。300両あったら大変だよ。表通りにね、小さな店出す。商いができますよ。大した問題、300両あれば。ねえ、楽だよな。そのお前さん、若い人。お前さんも何だろう千両あったいだろ私ですか私、千両当たらない。いや、当たらないじゃなくて当てたいだろうって言う。だから私は当たらない。って話は分からねえな。当たるか当たらないかって聞いてんじゃないんだよ。当ててえだろうって。いや、だから私は当たらない。強情だね、おい。当たらないと分かってんのかい？分かってたらこんなところに来ることはねえじゃねえか。いや、それご心配無用なんだ。どう、実はね、昨日まで私の線量を当てたいと思ってました。一生懸命神様にね、お願いしたりなんかして、お参りしてた。毎日ですよ。そしたら言うんでね、夢枕に神様が立ちましてね、お前に線量を当てさせてやることになっていたけれども、都合によって当てさせるわけにはいかないってこう言うんですよ。だからあっち怒っちゃって、冗談言っちゃいけねえってんで、ケツまくってね、神様に掛け合ったの。何言ってんの？お前さん神様じゃねえの？一旦人のことを引き受けといて、今更保護にするってのは何だよ？パン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 ってタンカー切ってやったの。神様弱っちゃった。しょうがねえな、おめえは。じゃあいいよ。お前には2番の500両を当てさせてやろうってんでね、あっちは2番の500両が当たるんですよ。この人2番の500両が当たるんだ。神様がそう言ったってんだから間違いないだろ。いいね、恋した幸せだ。な。お前さん、500両当たったらどうすんの？そうですね。まず、晒しを一旦こう買いましてね。こいつを小見様で真ん中からコーンと割って財布こさえる。いったの財布？大きな財布だね、大きいですよ。その中に当たった500両細かくしてね、ザーッとみんな入れちゃう。お酒はキャッと結って、こんなでかい。こいつはかかってくところの中に、ドーンと入れるてやる。と思って、ぐるっとこう、吉原冷やかしに行くの。ならねえ、こうなる。中行くの、中行くんですよ。ぐる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 冷やかしているうちに、馴染みの女のところの前を通りますよ。女が見逃すわけはねえ。あれ、ちょいと、お前さんどうしたの？俺今冷やかしする。何言ってんだよ。お前さん冷やかしで冷やかしだってこのまま行っちゃった気にね、戻ってこないじゃないか、このところ。やだ、行っちゃう。行っちゃえ。やだよ、私、話さないから。なんて、おい、ちょ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 、人のたもとに行っちゃやだよ。仕方話はいけませんよ。自分のでやってくれ、自分ので。女は大将惚れてんの。バカな、惚れよ。弱ってんですよ。ああ、そうかい。弱ってんの。で、どうなんの？ずっと、女はね、ぐずぐずぐず言って。で、私もまたそこでもって、ちょいとね、嫌なことある。お前なんだろ？俺に上がってくるなんてのは政治で言ってんだろ？冗談言っちゃいけない。お前は、全員のね、男は相手にしてんじゃねえかってことは言って、女が慌てふためいて、何言ってんの？お前さん、バカなこと言っちゃいけないよ。私はお前さんね、お金なんかどうだっていいんだよ。お前さんがそばにいてくれるだけでもって、私は嬉しいんだよ。お金はなんとかするよ。なんてやってね、自分の刺している白打ちの銀のかんざしがキュッと抜くってとね、髪の持って油をキュッキュッキュッと書いといて、あの子やっちゃいとつましたいね。なんて、このまま潰してくるって言うと、おばさん、この人こんだけしかないの。これで何とかしてやってちょうだいってね、ね、どうです？私の女てえものはね、大事な自分のかんざしに取らずしましょう。泣いてるよ。女は惚れたらなるほど大変だ。上がるって言うとまた大変だ。さあお前さんなんだよ、今夜甘いもんでも食べて上がりでも飲んで寝ちゃうってから、バカなこと言うね。こんなところへ来てね、お前菓子食って茶飲んで寝られるか。酒持ってこい。お酒いけないんだよ。どうして？だってお足がないんだもん。何は病んでしみったったことを言うねってんで、初めてあっちはそうと思ってね、持ってった500円女の前へドーンと放り出すと、弾みでもっと女が一尺ばかりバーンと飛び上がる。
上からドーンと降りてきたから、あらお前さんどうしたのこれ、実は俺飛び当たったんだ、まあよかったわね、どうすんのこれはね、俺はおめえを見受けしに来たんだよってんで、その女は見受けして初対持ちでしょ、早いね話は早いね。ということはぐるぐるしてるって言うと邪魔が入りますからね、初対持ったってあたあたの前ですがね、景気がよくなんですよ、おでん見たって違いますよ、まずおでんの上をひょいと見るってえとね、お通しが一本乗ってますよね、刺身があって天ぷらがあってうなぎがあって、このお椀がある、女は向こうに座るってやつ、女はこんな格好して、あなたおしゃく、すまねえ、お前もやんな、いいよ私だからんなことない、おやりよ、だって私酔っちゃ酔うから言うんだ、だってさ、そんなこと言わないもん、じゃあもうなんか、じゃあご返杯をありがとう、またやんな、またくれんの、しょうがない、ご返杯、ああもう私酔っ払っちゃった、寝ましゅ、なんてんだ、寝る起きるってた、あた、おいってらしてやろ、ってんだ、おい行くんですよ、で帰ってくるってえと、お膳が出てます、おで、お膳の上を引いてみるってえと、お調子が一本のってます、ね、てっぷらがあって、お刺身があって、うなぎがあって、女は向こうに座る、あなた、おしゃく、すまねえな、うんお前もやんな、ダメだよ、なことない、おやりそう、じゃあもらおかしい、あもう私酔っ払っちゃった、寝ましょう、なんて寝るでしょ、起きるってやった、あた、おいってらっしゃいよ、って、おいから帰ってくるって言うと、お膳が出てるの、どこまで行ったって同じじゃねえ。お前さん、これは500両当たったの話だろ、当たんなかったらどうすんの、うどん食って寝ちまうの、なんて。そのうちに寺社奉行、立ち合いのもとで富の札をつきます、長い、ねえ、かきりを持った人、目隠しをしといて。箱の上に穴が開いております。その中から目開けといて、ターンとつきますってと、刺さった札は正面にぐーっと見せる。子供のかんばしった声で何番何番って読み上げてまいります。本日の御富一番という声がかかるってと、今までワイワイしていた連中も、この一言を聞き漏らすまいというので水を打ったようにシーンとなってしまいました。本日の御富一番、目の線三百六違いだ、何番800番バカ野郎、しょめえ何をずっとひこっと言って俺だって当たんないよ、そうはねえやろ本当にな、今度なら2番さん、おおいおい2番おいお前さん、今度はお前さん、今度は私でごらん、ありがとうありがとう、さっすがよ、ちょっとあのね、私の見てください、私のはですね、タツのね2341番ってんです、これが私当たりますから、大丈夫ですから、頼むよ、すごいもんだね、引っ張り出してきたよ、やっこさん、お前さん、そこんとこだね、そこだよ、これ持って女は見受けするか、うどん食って寝ちまうかって、頼むよ、1番7番大変なさ、みんな突き終わるってと、当たらないものは悔し紛れに札を破いて帰っちまう、中には張り出された当たり番号を名残惜しそうに見ているというような具合で、宿屋の一文なしもどこにも行きところがないんで、ブラ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 しながらこの湯島の天神様にやってきた、なんだやけに散らかってやん、なんだよ、富だ、ああそう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 、一枚買わされてるよ、ねえ、ああそれで一文無しになっちゃった、もうちょいと早く来ればよかったな、いや当たらしねえけどもさ、人は何か言ってんの聞いてるだけでも面白いもんだよ、ねえどっかに当たり番号、おあそこに出てるな、どうや、はあ一番が根の線365番か、二番が立つ、三番がトロト、俺らは何番だ、ねえ当たるもんじゃねえんだこんなものはね、当たる方がおかしい。これのが、江ノ線365番か。で、こっちが、江ノ線365番。で、こっちが、江ノ線365番。当たらないもんだね。ああ。向こうが江ノ線365番。こっちが江ノ線365番。向こうが寝のせいですよ、ちょっとの知恵だ、ヤドの親父はめいこと言ってやった、金が金を破ったけども全くだよ、こういうな金のあるやつのところにみんな吸い取ら一番、俺たちのところに当たるわけやね、しかし考えてみや、一部だよ、紙切れになっちゃう、バカバカしい、まるで離れてりゃいい、近いだけに悔しい。年生三度。残念先生。
夢じゃねえよ、おい、驚いた驚いた、誰かおっかる気じゃしねえだろうな、誰も来ない誰も来ない、やだ親父にあんなこと言わなきゃやったな、喜んでくるよ、半分の500両いただきましょうなんてんで、ちくしょう、あんなこと言わなきゃやがった、どっか行っちゃおうかした、行っちゃってもダメだよ、売った人がいねってと金が下りねってんだ、しょうがねえなと思うな、でまたあの宿に帰るからもう弱ったな、もう、おい、今戻った、今戻りましたよ、はい、お帰りなさい、何ですか、大変にお顔の色はどうなさいました、おお、なんか風邪をひいたらしい、今あの寒気がするからすぐに布団を引いてください、私は2階で寝ますから、いいかい、ああもうそれでいい、それでいいかい、私はもう誰が来たって会いませんよなんてんで布団をかぶって寝てしまう、宿屋の親父の方も先に用を済ましていてからこの湯島の天神様にやってまいりましてね、売ってる手前見とかなくちゃいけませんよね、一番がねの1365番ねえ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 そうそうそう。売れ残ってたんだよ、これ。客に売ったら、当たったら半分の500両やるよなんてね。当たりゃしねえから、あんなことは言うんだ。しかし嬉しいよ、世辞でもね。こっちが、根の線365番だね。こっちが、根の線365番だね。あっちゃん、おい、どうしたの、どうしたんだよ、本当に。落ち着きなさい。おい、泊まってるお客様どうした、なんだか知らないけど寒気がするってんで帰ってきて寝ちゃったよ、2階で寝てるさ、2階で寝てる、よかったおめえ、あの人どっか行かれたらどうしようと思ったんだ、あの人おめえな千両止め当たったんだ、あの人がまあ運のいい人だね、はあ、だけどお前さんね、人が千両当たったからだったってさ、ガタ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 震えることはないじゃないかと、バカ野郎、おめえ何も知らねえからそんなこと言ってんだ、あの人が千両当たるってえとな、俺半分の500両もらえることになってんだよ、お前さんが半分のほら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 、お前だって震えてきちゃった、下でもって岩に一杯やるんだから、魚に飛んでって魚にも行って、ね、何でもバーッとそろえときゃいいか、俺を見て起こしてくるからいいか、お客様お客様、お客様お客様お客様、ちょっとあなたこんなところで寝てる場合じゃないんだ、あなたちょっと起きてくれ、ちょっとあなたなんだよ、なんだお前、な何をするバカ、なんだい人が寝てるところ、つきあって本当に、なんだじゃない、おめでとうございます、あなた千両当たりました、うるさいな、千両ばかりで人が寝てるところを起こしやがって本当に迷惑なやつだ、下行っといて、いや私の半分の500両くださり、やるよやるから、うるさいな、下行きなてんだよ、なんかと言わないで起きてくださいよ、これから祝いに下で一杯やりましょう、何が祝いだ本当に、そらばかりの感じで祝いなんてとんでもない話で、いやだねどうも、本当なんだよおい、お前下駄履いて上がってきたな、嬉しいもんですから、つい下駄のまま上がってきました、だから私は付き合いたくないんだ、下行っといでよ、そんなこと言わないで起きてくださいよって布団をめくるってえとお客は草履を履いて寝ていた